減ったな。物足りんな。いかがした若旦那。店先のわびしさに頭を悩ませていたのだ。どこぞの雑種どもが任を果たさぬゆえな。よもや俺の命を忘れていたなどということはあるまいが。無論かようなことは。口を閉じよう。最後の慈悲だ。再び俺が命じる。我がバビロニアにさらなる輝きをもたらせ。良いな。待て、それで米対価はあるのだろうな。尋ねるまでもなかろうが、金でも銀でもたーんと弾んでやろうとも。額に汗する進化をねぎらうは王の務め。ただ働きなぞさせては貢献に関わるわ。はご厚情、痛み入る。うんうん、ならばよいのだ。よいよい。では行けい、セイバーとそのマスターよ。こたびは香炉を持ってこい。我が店を飾るにふさわしい極上のものだ。香炉、香炉か。それはあれだな、知っているのは名前だけか。香炉は香を炊くために用いる器だよ。して若旦那、その香炉は一体どこで。昨日この辺りの雑種が持っていた。随分と存在に扱っていたようだが、俺の目はごまかせぬ。あれは雑種が持つには分不相応な代物よと。まあそういうわけだ。かの香炉を探し出し俺の元へ持て。よいな。いいところに。確かにずっと持ち歩いていたが、さっき酔っ払ったところだ。ちょうど懐が寂しくなってきてな。一体誰に。川沿いの質屋さ。けどぶらついていて店にはいないと思うぞ。とんだ面倒に巻き込まれたな若旦那め。自分で探せば良いものを。投げ出すわけにはいくまい。ま、何事もなく済めばいいが。それが何か。その香炉を俺たちに譲ってほしい。実は少々手違いがあったのだ。はあ、手違いね。ならこのくらいで売ってやるぞ。な、それはさすがに。払えないなら帰ってくれ。他にも欲しがる奴はきっといるしな。
これか。こういうのはどうだ。近くの森に着いた浪人どもをのしてくれ。あいつらがいると商売上がったりなんだ。うまくいったら香炉を買い値で売ってやる。悪い取引じゃないだろう。背に腹は変えられん。待っていろ。俺はここで待っている。頼んだぞ。うい、うい。気持ちいいか。よしよしよし。アキンド、よく口の回る。得済ませるぞ。ここはわしらの道だ。通りたければ払うものを払ってもらう。出たな。うむ、行くぞ。しようぜ。存分に暴れてくれ、ランさん。もう通行料なんざ取らねえ。勘弁してくれ。商人の元に戻るか。おい待て。あんたらか。随分とお早いお帰りだな。ああ貴殿、どこへ行くつもりだ。浪人どもを懲らしめてきたというのに、まさか香炉を売らずに逃げる算段か。なわけないって。ちょうどあんたに渡そうと思っていたところだ。ほら受け取れ。世話になったからな。特別にタダで譲ってやるよ。それじゃあな。その香炉大切にしてくれよ。よしよし、手に入ったな。では若旦那の元へ戻るぞ。より、しかし手間を取らされたな。何か良いものをもらわねば気が済まぬ。待っていろ若旦那め。いいところに。これはなんとも。待たせたな若旦那よ。頼みの品調達してきたぞ。若旦那、その木像どこかで仕入れた品だろうか。いや、これは御代から雨の礼にと献じられたものだ。この俺に神仏の像とは。御代め、随分と肝が据わっているではないか。しかし当世の者らはこのような木っ端に祈りを捧げるのか。つくづく人間というものは。だがまあそれはそれとして、精緻な作りそのものであればなかなかどうして悪くない。
当代の民の修練、侮るべからずというところか。今、おかんが。宮本伊織よ、貴様はこういったものは持ち歩かんのか。ああ、俺は特段。そうなのか。君はよくこれに似たものを彫っているだろう。いや、あれは単に手すさびというか。ほう、貴様木彫りをたしなむというか。ならば宮本伊織よ、貴様に命じる。俺の像を彫れ。何故俺ごときにそのような。愚問だな。そこらの神仏より俺の方が掘りがいがあるからに決まっていよう。無二の美女部英雄王たる俺を題材とできるのだ。ありがたく思え。君、おのが姿の飴細工を作っていただろう。あれで十分だろうに。はっ、俺は貴様らと違って多忙な身だ。あれこれ構わず作っていられるか。報酬はこれまでよりも弾んでやろう。貴様にしか務まらぬ仕事ゆえな。どうする？わかった、引き受けよう。それでよい。無事掘り上げた暁には客引き像として店先に置いてやるぞ。店先に置くのか。それは勘弁願いたいな。木彫りの像か。そういえば師匠も手すさびに彫っていた。俺もたびたび真似ては見たが、師匠ほどの像は彫れずじまいだった。女の師匠も像を彫るのだろうか。いずれ訪ねてみるか。よいぞ。見直したぞ。ここを通せ。バサカ、何者かが吉原を狙っている。太夫にそれを伝えたい。ことの葉では無理か。ならば押し通る。二度我が剣に沈め、バサカ。よかったな、伊織。決める。いや。
やっせやそこだはっはっさあそこだいってるこのまま押し切るせや終わりだの異常風切れるか受けてみろどうだ鋭き水の流れのごとくにが脈動の方弱いな当たりはしない無駄だ鋭き水の流れのごとく畳みかけるより本物のモノノフだ彼は宝具でなくては倒しきれないいやここは引くバーサーカーが吉原から離れないのであれば撤退はたやすいしかしその気になればいつでも仕留められるそう言っているそれにあれを仕留め切るのに宝具がいるならば辺りに暮らす力なき民草を巻き込もう分かったよしよし行ったわねお疲れ様バーサーカー殿今はゆっくり休んでちょうだいしかしどこかの陣営が吉原に探りをねえ随分と大胆に出てきたものねやるじゃない念のため太夫に伝えておこうかしらも太夫も顔を出さんとはもしや不在かさてな知らんあの異常夫がいる以上吉原は無理だ船員を追いたいが六号大橋を渡って川崎へ向かうかあれは
ランサー、珍しいな。浅草に何用だ。いいところに来やがったな。尋ねてえことがあるんだが、この辺で化け物を見かけなかったか。いや、悪いが心当たりはない。ふむふむ、君、怪異を追ってここまで来たのか。そういうこった。はじめは肩慣らしがてら赤坂界隈の化け物どもを飼ってたんだが、浅草近くまで足を伸ばした矢先、やけに強く化け物の匂いを感じ取った。こりゃ戦いがいがありそうだと勇んで訪れてみたわけなんだが、見つからないと。はあ、そもそれほど凶悪な怪異が潜んでいたならば、私たちとて気づきそうなものだ。まあそりゃそうだな。いや、やっぱりあの匂いが気のせいだとはどうしても思えねえ。うん、もうちっとばかり探してみるかな。じゃあな、イオリ、セイバー、何か見つけたら教えてくれや。カインか。あのランサーが惑うとは信じがたい。ならばやはり実在するか。気になっている顔だぞ、イオリ。やつのことだ。いかな怪異であろうと、見つけ次第難なくほふるだろうが、万が一ということもある。恩を売ってやるのも悪くないかもだ。でも私はやつの気のせいだと思うぞ。さて、どうしたものか。やはり気がかりだ。ランサーを追おう、セバ。あやつは己を番犬と称したが、あの俊足、もはや犬どころではなし。後を追うのも骨が折れる。青い格好のお兄ちゃん、その通りよ。左に曲がってったよ。よしよし。装束の男なら目にも止まらぬ速さで川へと走っていったぞ。あれぞまさしく伊達天よな。ここにいたか、ランサ。おお、いいところに来た。どうだい、お前らも混ざっていくか。行くぞ。やっ、えい、
倒したぞ。ランサ、貴殿の言った化け物とは今ので間違いなかったか？いや、こんな雑魚からは何の匂いもしやしねえよ。この匂いの元は、こっちだな。待てランサ、まったくもう。また雑魚を引いたかよ。さてはあの化け物、あえて俺に雑魚の掃除をさせてやがるな。ったく遊びやがって。おお、これはまた湧いたものだな。放っておけば町へ害が及ぶ。手を貸そうランサ。今度こそ大元にたどり着いたみてえだ。お前らも来るだろう。うむ。まあ、ここまで来れば最後の最後まで付き合うさ。そう来なくっちゃ。そんじゃ向かうとしようかね。猫だな。よしよし。いいやつめ。君は本当にこの店に何かを感じたのか？ああ、プンプン匂いやがって鼻がもげそうだ。さあ、乗り込もうぜ。一丁派手に暴れてやろうや。いや、待て。もしや君が感じた気配の主は？おい、うるさいぞ貴様ら。冷やかしならば遠く帰るがよい。へえ、随分と妙なサーヴァントがいたもんだ。なんだつまらん。よく見ればどこぞの犬が吠えていただけか。うせよ打剣、我が店に犬に食わせる餌はないぞ。てめえ今なんつった？聞こえなかったのか？随分と耳の遠い犬もいたものだ。そうかい。待てランサー、気持ちはわかるがここは一旦落ち着いてくれ。若旦那も何故それほど足ざまに？おい宮本伊織、貴様それの飼い主か？マスターのことを言っているのか？いや、そうではないが。犬のしつけくらいきちんと済ませておけ。この狂犬が牙むき出しで吠え散らすから皆が恐れて我が店に寄りつかんではないか。
おかげで商売上がったりというやつよ。まったく、どうしてくれる？次から次へと挑発している。どういうつもりだ。おいヨリ、お前こいつの知り合いだったのか。ああ若旦那にはかねてより世話になっている。そうか。いや、誰とつるもうが勝手だがよ、命が惜しきゃこいつはやめとけ。こいつは己の楽しみのためならお前の命ごとき平気で奪える玉だぜ。おお、言うものだな、ランサー。若旦那を知っているのか。さてね、初対面のはずだが、あのいけすかねえ面を眺めてるとなんとなくな。ま、せいぜい気をつけるこった。飼い犬ごときが逆しらに主人に忠告するとは滑稽な。若旦那。だがいい加減に商売の邪魔だ。特いいね、打剣。はっ、言われなくてもそうしてやるよ。その面、二度と俺に見せるんじゃねえぞ。では若旦那、俺たちもこれで。撃たなくてよかったのか。ああ、あれとやり合ってもな。そうか、残念だ。おいセイバー、付き合わせちまって悪かったな。詫びと言っちゃなんだが受け取ってくれ。じゃあぼちぼち帰るとするか。またな、よりセイバー。くそ、まだムカムカしやがる。面白い戦いになりそうだったのだがな、うん、おお。来たな雑種ども、こたびは俺の友を申しつける。赤坂へ参る。ついてくるがいい。貴殿が自ら。何をほうけている。まさか俺を出武将などと思っていたのか。いや、それはちりめん問屋から出る印象がない。てっきり出武将なのだとばかり。てっきり出武将とばかり。一体赤坂に何があるというのだ。ふん、貴様ら雑誌は知らずともよい。粛々と友をせ。落ち着けセイバー。後で団子でも買ってやる。ではこたびは共に行こう若旦那。案内は任せろ。さて、ではついてこい雑種ども。
若旦那は赤坂に一体何用だろうか。知らんな。騒ぎさえ起こさなければ何でもよいぞ。ついてこい、雑種。何をしている、特婚か。鳥居か。いささか華やかさに欠けるが、独特の異様を有しているのは確かであろうな。ふん、神域へと通ずる扉、我が店に飾ってやるのもシャレが効くか。問屋街にそびえる鳥居、それはまた何というか。鳥居を置くよりもまずは珍奇な品揃えを見直したらよいぞ。ついてこい、雑種。何をしている、特婚か。支配者が住まうには高さも広さも足りん。だが趣は悪くない。土地ごと俺のものとし、ここをバビロニア2号店とするもよいか。若旦那、新たに店を構える腹であったか。なんとも昇魂たくましい。な、若旦那どこだ。そう遠くへは行っていないはずだ。あたりを探そう。補佐を雇うもよいか。イオリ殿、セイバー殿、この方は。すまぬ、気にしないでくれ。暇を持て余したもののざれ事だ。これでひとまず赤坂は見て回ったか。満足したか、若旦那。満足したな。うん、では特帰ろう。たわけ、これ式の見聞でこの俺が満足できるとでも。バビロニア2号店にふさわしき地を定めるまでこたびは帰れぬものと思え。さあ行くぞ、雑種ども。俺行こう、セイバー。しばしの辛抱だ。より、テイとアーチャか。珍しいな、テイ。昼日中屋敷の外を出歩いているとは。その物言い、俺を霧岡何かと勘違いしていないか。お前こそ何の用向きでここへ来た。魔術師の縄張りをうろつくのは危険に過ぎるぞ。忠告痛み入る。そして俺も同感だ。だが今日はこちらのはぐれの友として。いない。若旦那なら気になる品があるとか言って向こうの店に入っていったぞ。若旦那。ちりめん問屋の若旦那を名乗るはぐれの英霊だ。最低者のサーヴァントだとか。万物をすべし真の王、
と自らを称している器の底の知れぬ男だ。日の本の英雄英傑には見えなかったが、テイやアーチャーは大陸のものだろ。何か知っているか。さて、仮に大陸のものとしても難しいかもしれん。一口に大陸といっても広いからな。西域、さらには大西まで含むわけで。とはいえ、詳しく聞かねば判断もできんか。若旦那とやらどんな英霊だ。うむ、傲岸不遜という琴の葉が衣をまとって歩いているような男だ。大君のごとき覇気を備えているのは確かだが、あの人を食ったような態度と言ったら、もう傲岸不遜、清潔な覇気、そして人を食った態度か。アーチャー、貴殿、心当たりが。心当たりというほどのものでもないが、まるであの宋孟徳のようだと思ってな。そうそう、義の王か。確かに言われてみればあの威風。まことであれば俺も是非にまみえてみたい。祭りごとや軍事における実績は枚挙にいとまがないが、こと主婦の際は比類なきものだったと聞く。許されるのなら一つ指南でも賜りたいものだ。え、そうなのか。シーカの際。マスター、先人に教えを請う姿勢は立派だが、よりにもよってあれに指示するのはやめて。どこへ姿を消したかと思えば、雑種どもが群れてさえずり合っていようとは。勝手にあちこちと歩き回って、貴様らは落ち着きのないわらべか。それは君の方だぞ。だいたい今日ここへ来たのだって。セイバー、いい、今に始まったことでもなしだ。どうか無礼をお許しあれ。私は民の神、帝名言と申す者。いずこの王家は存じませんが、その異様、さぞや高名な英霊と拝察します。はっ、何を今さら。当然であろう。俺は唯一にして至高の王ゆえな。時に最低者の英霊よ、一つ確かめたいのだが、貴殿、女性、特に他人の妻は好きか。は？アーチャー、なんと感銘直接な。何を聞くかと思えば、俺が尊ぶのはそのもののあり方のみよ。なるほど、生前の知人かもしれぬと思ったが、やはり考え違いだったようだ。非礼を詫びよう、異教の王よ。許す。俺は今機嫌が良い。では浅草へ戻るぞ、宮本伊織。そうそう、でもないのか。では一体彼は何者なのだ。肝が冷えたぞ、アーチャー。あはは、しかし全くの別人だろうに、まとう王騎には何か近しいものを感じる。この世にあんな男が何人もいてはたまらんが、お前の言う通り大陸は広いのだな。
友の務め大義であった。貴様らもう帰ってよいぞ。2号店はもういいのか。新たな飴の着想を得たのでな、急ぎ試作にかかるゆえこたびはこれまでとする。鳥居を前にひときわ輝く俺の肉体美、これは流行る。何はともあれ、ひとまずお役御免か。ほう、やるではないか。礼を言うぞ。